チャオ、こんにちは。パスタマニアです。今日は大きめのエビを堪能したくなったので贅沢に4匹使ってオイルベースのパスタを作りたいと思います。これは一番最初に感動を覚えた南アマルフィ海岸のリゾート地ポジターノでいただいた伊勢エビのパスタを再現してみたいと思ったからです。さあ、美味しくできるでしょうか。シンプルなエビとトマトだけのパスタです。どうぞ最後までゆっくりご覧ください。大きめの赤エビです。4尾背割りします。本当は伊勢エビでいきたいところですけども、今日は赤エビです。この半割りにするのってなかなか難しいですよね。イメージとしてはテナガエビのスカンピのグリル、これだいたい半割りになって焼かれてるんですよ。パスタはいつもの 1.9 ミリフロンズ仕立て、茹で時間は10分のところ1分前に引き上げます。ガーリックオイルを作っていきます。こうやってフライパンを傾けて作るとうまくいきますよ。ふつふつしたら火は弱火にしてくださいね。ここに半割りにしたエビを殻を下にして炒めていきます。黒板に入れて蒸していきます。一旦ここでアンチョビペーストを加えて味付けをします。さらにオレガノ、これはフェンネルシードですね。強火でトータル2分ぐらいで仕上げたいと思います。裏返しにして完成です。パスタが出来上がったようです。ざく切りにしたトマト、さらにゆで汁をお玉1杯分に加えてパスタと混ぜていきます。今日はフェンネルシードをね採用したんですけど、ちょっとこうエキゾチックな感じですね。なんかこうシチリアって、まあこれシチリア料理の典型なんですけど、アラブと交わっているので、ちょっとこうエキゾチックなスパイスが多かったりします。チーズを振りかけて、
最後に乾燥パセリを振りかけたら終わりです。本来なら新鮮なイタリアンパセリを刻んで振りかけた方がいいかもしれないですね。お頭付きの頭と尻尾がついたエビはね、味噌が出てうまいんですよね。いただきます。このね、今日の赤エビってやつはアルゼンチン産なんですよ。まあ結構値段はリーズナブルで、でもね、まあこういう味付けするとやっぱりエビちゃんが生きるね。味噌もうまいし、ちょっとフェンネルっていうフェンネルシードか、まあそのスパイスが少しこうアラブっぽい感じなんですよ。やっぱさすがその歴史の工作店っていうね、シチリアっていう場所はアラブとヨーロッパのちょうどその真ん中にあるわけですよね。で、過去からずっと、まあ、戦争だの何だの侵略だの繰り返されて、今に至るというところなんで、ちょっとこうエキゾチックな味がするんですね。ちょっとカレーのスパイスチックな、そんな感じだったかなね。まあ、だけどとても美味しくいただけました。まあ、これ実は最初はアマルフィの海岸で食べたエビの伊勢エビのパスタをイメージして作ったんですけども、今日のは本当にこうシチリアっぽいエキゾチックなお味になりましたね。でも大変美味しかったです。まあそういうことで今日はこの辺で、終わりにしますけれども、またもしよかったら次の動画でまたお目にかかりましょう。それではまた、チャオチャオ、ツベデアマチャオ。これ、エビちゃんね。うまっ。うまいわ。うわ、最高にうまいっすね。めちゃめちゃうまいです。